カツシカは東京都葛飾区の主に亀有地区を走るコミュニティバスの名称である。日立自動車交通が運行受託している。2005年4月に開設されたウェルピア葛飾の交通アクセスの確保特区内公共交通不便地域の解消を目的として JR 常磐線金町駅南口を起点に運行されている。常磐線亀有駅南口 京成電鉄本線お花茶屋駅を経由して、葛飾区の地域福祉、障害者センター、ウェルピア葛飾に至る路線と、亀有駅南口を起点に、亀有指定目、堀切八丁目を経由し、東京メトロ千代田線、JR 常磐線、綾瀬駅東口に至る路線の2路線を、基本として構成されている。車両は、日立自動車交通カラーの小型バスが使用されている。 カツ区の公式サイトでは、コミュニティバスとして特に紹介、案内はされていないが、導入計画や再編計画などについては触れられている。路線図や時刻表は、日立自動車交通の公式サイトから見ることができる。この間、不明あり十一、う十2開通当初は、中川橋の掛け替え及び、周辺道路の整備に伴う一方通行のため、亀あり駅南口。 中川共闘において経路が上下線で違い、金町駅南口港が中川橋西停留所を経由せず、中川土手へ迂回しての暫定開業となった。このため、系統番号もウェルピアかつし行があり71、金町駅南口港があり72特別していた。2006年1月26日に同区間で行われていた道路拡張工事の終了に伴い、 相互通行が可能となり、迂回運転が終了し、上下線とも同じ経路で運行している。ただし、系統番号はそのままでに系統が存続している。2006年3月16日、う71、う72と、奇襲点が同一である、京成タウンバス白鳥線が開業した。この路線は、金町駅南口から高砂7丁目公園と、 亀有二丁目白鳥若葉公園で独自経路を経由する以外は、レインボーかつシとの同一経路が大半を占めている。京成タウンバスでは、レインボーカツシの愛称は使用しておらず、定期券や回数券の共通化は行われていない。ありがとうございます。